まだ6月だというのに暑さ厳しい中、前ガーデンのバラたちは2番花に向けて切り戻したところから順調に新芽を伸ばしています。新月が過ぎ、栄養成長期の病気が出やすい症状がじわじわと現れるようになりました。と言ってもほとんどが葉の異常なので、黒点病が蔓延しないよう今のうちに病葉は取り除いて、その周囲の伸び放題の草花を整理して風通しと日当たりを確保して、再発させないよう環境改善に努めます。フェンスに誘引しているバラのシュートが日に日に暴れる気配を見せ始めています。お花はすでに夏バラの気配なので、無理に咲かせず手嫌いしてもいいかなと思うものの、この混み合うフェンスでは逆に茂りすぎ注意報なので、伸びたシュートは仮誘引する、目についたつぼみは摘むを夏の終わりまで続ける予定です。ちなみに7月3日月曜日の満月までは、植物は生殖成長期になり花や実、種を作る働きになります。根に集中していた葉水分の流れは地上部へと上昇し始め、そして小潮が明けると満月へ向けて花や実、枝葉と葉水分が集中します。生殖成長期は剪定、切り戻し、ブラインド処理、摘来や誘引、種まきの適期になります。また木工バラや生き咲きのつるバラなども剪定の適期でもあります。暴れる前に剪定ですっきりさせておくと良いです。その後に伸びるシュートは来春の誘引用です。これは高温による水不足で起きる葉焼けの症状、地表からの水分蒸発を防ぐためにも、夏の間はバーク堆肥などでマルチングをして土の保湿力を少しでも保つと良いです。前回の動画で紹介した微量要素が欠乏しているバラに微量要素資材を与えました。新芽などしばらく様子を見て、それでも症状が改善しない場合は用土替えで土の栄養分をリセットさせるつもりです。基本的にバラの生育不良や異常などは与えれた資産ではなく抜く引き算の方が弱っているバラには正解です。もちろん与えることで改善回復することもありますが、無理に与えると逆効果になってしまう場合があるので、そんな時は根に負担をかけないことが大事です。金ボケしちゃってるけど、今年から育てているので詳しいことはわからないけれど、お花の重みもあって割としだれやすい株かな。今のところは高さは出ず、しだれて広がる感じです。ポリフェノールを多く含み、抗酸化力、ビタミンなど栄養価の高いキーとして利用されています。スリープスの球状で花びらは茶色のシミだらけ。メドウスイート、全体に香りがあり、お花はアーモンドのような香り。マイガーデンでは一重、キンクがあちこちに増えまくっています。
数年経過しても時勢がいまいちなしくれ。この暑さでザリーブも夏バラのように小ぶりに。